やあヒューガ、久しぶりだな。見すぎ、お前には一度礼を言わなきゃと思ってた。あの東京都大会決勝、お前との最後の対決、あれがなかったら俺は自分の甘さに気づかなかった。そうなればあの後自分を鍛え直すことも、南葛とあれほどの戦いをすることもなかった。だからこの試合でお前に恩を返す。それは俺にとって南葛との戦いと同じくらいに大事なことだ。今日は容赦なく全力で行かせてもらうぜ。悪く思うなよ。もちろんこちらも望むところだ。あの時は必死だったとはいえ、君たちにも後味の悪い気分を味わわせてしまったからね。改めて全力で戦おう。今日の俺はあの時とは違うぜ。それは僕もだ。今日は勝たせてもらう。君のプレイは研究させてもらったよ。今日はいい勝負になりそうな気がする。でも必ず僕が勝つ。気にかけてくれるのは嬉しいけれど、そんな覚悟では僕には勝てないよ。よく言うだろ、勝負に情けは禁物だって。